全番コン、はい、ということですね。バンドリーサードシーズンオープニングイニシャル追加。はい、まあ今日ね、バンドリーサードシーズン制作発表会があったんですけど、まあ僕はね、 YouTube のアーカイブの方で見させてもらったんですが、本当にね、いろいろ言いたいことはあるんですけど、これだけは一つ言わせてください。マリナさん、 3D 化おめでとうございます。やっときたね。サードシーズンに向けてね、 3D 化したマリナさん、進化したね。武道館やりたい人がね、急に言い出すからね。いやいやいや、でもね、本当にセカンドシーズンではね、 2D でしたからね。まあでもね、世界トレンド乗ったんでね。はーはー、やったね、マリナさん。でも、まあ、僕は本当に嬉しいよ。うん、まあ笑顔がね、本当に守りたい、この笑顔を守りたい。うん、まああとはね、ロッカとか、まあ、チュチュとかオーナーが可愛かったですね。はい、この企画をとにかくやりきりたいと思います。で、この、イニシャルなんですけど、まあちょっとね、考察いろいろしてみたんですよ。で、まあその結果ね、原点を再確認している曲だと思うんですよね。うん、まあ本当にね、歌詞がとにかく最高なんだよね。まあ曲調もね、ティアドロとか、まあ、タイムラプスのようなロック曲調で、まあかっこいいんですけど、本当にね、歌詞がエモすぎるんだよね。うん、まあイニシャルのその先で、星の鼓動を感じてという歌詞があるんですけど、まあここはね、まあ、星の鼓動という点で言うと、まあ、ここだけだと、まあ、霞がね、バンドをやろうと思って星の鼓動を感じていたシーンが、まあ、連想されますし、まあ、あとはね、ポピパが初めてアニメ内で5人揃って演奏した楽曲がスタービート星の鼓動という楽曲じゃないですか。まあ、その点でもね、原点を感じられますよね。はい、まあ、あとはね、リターンズとか他の曲の歌詞もね、この曲に散りばめられているのでね、その点もぜひ聴いてみてくださいということでね。はい、まあ、まあね、本当にね、長えな、僕な。うん。あと、まあそうそうそう、長々と喋ったのは、まあ、あとはね、曲、垂れ流しスタイルで、お試しで今日やってみたんですけど、まあ、どうですかね。まあ、イニシャルつけてね、歌えちゃうくらいね、まあ、覚えたんですけど、まあ、どうせだったら、それだったら、歌いながらやろうと思ったんだけど、まあ、登録者5万人ぐらい減りそうなんで、やめときます。はい。Thank you.